んにちは、たまちゃんこと田畑めぐみです。たばさと号、毎週金曜日は東京大学との連携企画、あいうえおがぶん、町の思い出つむぎプロジェクト。あいうえおがぶんとは、アルバムやデジカメ、携帯の中の写真とあいうえお作文のような文章を組み合わせてストーリーを考える写真&言葉遊びです。さあ、今週も先週に引き続き、つくば市職員の皆さんに写真でお話をしていただきます。そして今週はいよいよあいうえおがぶんを完成させていきますよ。たばさとゴー。出演していただくのは、荒川区千代田区とも関係の深いつくば市役所の飯泉正蔵さん、瓜坂拓郎さん、平島光さんです。今週は写真を通じてどんな楽しいお話が聞けるんでしょうか。それでは続きをご覧ください。もう一枚お写真いきましょうか。これが、はい、秋葉原の駅前で、これは震災復興キャンペーンをやっているところなんですけれども、今年特に震災の影響もあって風評被害なんかもつくば市でも多かったので、つくば市の物産品であったり農産物を販売することが多かったんですけれども、ちなみにどんなものがこの前に並んでたりしたんですか。そうですね、つくばのつくば山で採れたふくれみかんっていう、はい、みかんが取れるんですけど、それを使ったポン酢であったりとか、お菓子なんかがこう物産品としてありますね。ふくれみかん初めて聞きましたね。すごい小さな、なんか柚子に似てるようなみかんなんですけど、福が来るって感じ。そういうことです。福が来るで、ふくれみかん、縁起のいい名前ですね。やっぱり、ね、皆さん支援しようっていう気持ちがすごくあってね、すごい皆さんいらっしゃいましたね。でも平島さんは、私がその1年目ってことで、そうです、本当に東京に、はい、東京、もうずっと私はつくば市で生まれ育ってきたの で、1年目でこう東京に配属されて、東京も知りながらつくば市もPR したい、ね、はい、そうですね。どうでした、この秋葉原の地について、周り見て。びっくりしました。建物がまずビルが高いっていうのがすごいですさあ、じゃあ続いて、はい、ね、いきましょう。瓜坂さんのつくばエクスプレスですかね。あ、ねえ、本当にピューンといっちゃいますよね。そうですね、早いし、私がちょうど、このつくばエクスプレスが開設されて2年目から、こちらの東京事務所に勤務してるんですけど、それから4年ほどいたんですけれども、ちょうど私が来た時ぐらいからこうヨドバシカメラができたりとか、こちらの UDX ビルができたりとか、目まぐるしく変わっていったような感じでしたね。スカイツリーもまだ立ってなくて、今ちょうどね、こちらのあそこがね、綺麗に見えるんですよね。私も久しぶりにこちらに来て、こんな感じで見えるんだ。開業ですからね、2012年、はい、私がいた時代は、あの辺はちょうど、なんだっけ、花火があるじゃないですか、隅田川の花火大会、はい、そう、花火が あそこで見えるんですよ、ここから。へー、こっからちょうどちょっと右の方で、今はもう見えなくなっちゃってるんで、ビルまで来てるんで。そうなると本当にその期間、いろんなこう変遷、街の変遷とか風景も変わったというのがね、分かりますよね。そうですか。じゃあ続いてもう一枚いきましょうか、はい、こちら、こちら JAXA つくばにある宇宙センターの写真なんですけども、無料で見学ができる施設なんですけれども、はい、でちょうど荒川区さんと、友好都市の協定を結んでおりまして、でその関係で、これはたまたまこの職員の方、荒川区の職員の方がつくばの方で研修をされるということで、その、見学を兼ねたといいますか、この JAXA の施設を訪問していただいて、それ以外にも荒川の区の国際交流協会というところの方々もこちらにご招待させていただいて、一緒にこの JAXA とか筑波さんとか登ったりさせていただいて、はい、荒川区の皆さん何ておっしゃってました、こういろいろ巡る。そうですね、特に JAXA の施設のこの特にこの写真のロケットは実機ですので、はいはい、ただのこうハリボテではなくて、実際に本物なんですよ。本物のパーツ、本物なんですか、これ。本物なんです、はい。
まあ、あのこれに単に燃料を入れたら飛ぶかっていったらそうではないと思うんですけども基本的には、まあ、あの実機のパーツそのまま柔らかくとか頭をこうやって楽しんで子供たちっていうのも何かこう千代田区みたいにこう交流とかが、ね、1泊2日で、うん、ゆかりの森という施設があるんですけども、うん、そちらにあの、まあ、それも有料ではあったんですけども、はい、来ていただいてで筑波山の登山とかあの朝は虫捕りとかあいいですね、はい、あの広々としたところで遊んでもらうというようなイベントをあのしまして、はい、大変あの皆さんカブトムシいっぱい取って帰ったりしてましたんで、うん、そうなんですね、はい、そっか本当にいいですよね自然がいっぱいっていうのはね、はい、じゃあこちらもう一枚目の写真いきましょうか、はい、こちらはあのちょうどこれはあのこちらの番組アラブ人さんです、ね、なんか見覚えのある顔がたくさん揃ってますけど、ね、あの今大ブレイク中の伊藤麻子さんとかが出演していただいて、はい、であのよくあの出ていただいてたんですけど、うん、これはたまたまその筑波山を登山しようという、はいはい、あの撮影がありましてでちょっとあの前日ぐらいに雪が降ったからちょっと寒かったんですけども、はい、あの登っていただいて、はい、その途中の、筑波山の名所なんかを案内しながらあの山頂まで登っていただいたような感じだったんですけど、でじゃあたまたまあのここで撮りますよみたいな話になって、はい、でここからあの伊藤さんがあの歩いてきて上に登るシーンを撮りますみたいな感じ で、はい、で私あの先の方にいたので、はい、あのちょっと先に行って隠れてたんです、はい、こうあの道陰に隠れててで伊藤さんがこう歩いてこられてでたまたま伊藤さんが私を見つけて、うん、私ちょっと物陰に隠れてたんで、はいはい、でパッと見つけてわーってびっくりされたんですね、はい、何かなと思ったら森の妖精かと思いましたって言われて妖精に見えましたかねさっきからずっといたと思うんですけどねえ、いや朝子さんすごくびっくりされたんですよ、はい、もうねそうですか、まあ、そういったね面白いエピソードもね、はい、あったりしてすごくやっぱりこういう仕事っていうのは、多分東京事務所以外ではできない仕事だと思うんで、あの、まあ、こういうあの泉子どもプラザのイベントに参加するとか、うん、あの東京の駅前で物を売るとか、はい、あのカフェを探しに行くとか、カフェ探しに行くとかね。そういったことってやっぱりここあの筑波にいたのでできない話なので、はい、やっぱここの東京事務所で、うん、あの経験できたことっていうのはものすごく自分の中で大きな財産になってます。はい、じゃあたくさんでお話を伺ってきましたけれども、そろそろ愛用家分の作成に移っていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、あいうえお株完成いたしました。皆様に発表いたしましょう。それでは参りますよ。こたつのこ、はい、交流を深めた、はい、こたつのた、たくさんの人々、こたつのつ、つくばにもまた来てね。かわいいいやすごいいい文ができましたね、はい、ね、実際皆さん今日あの愛用家分を作ってみていかがでしたか。はい、とっても楽しかったことと、はい、思い出しました。いろんなことを思い出しました、はいはい、うん、とっても幸せな気分です。あ、よかった、そう言っていただけると嬉しいです、はい、一つの写真でもこういろんな言葉が出てきたりとかっていうのですごく面白かったです。話し足りないことがいっぱいありました、はい、もう秋葉原のこの街の話とかもう少しできればよかったなってちょっと思ってました。いいですよ、じゃあもう大丈夫です。でまた次回ということでね、はいはい、今日はね皆様本当に楽しいお話をたくさんいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。今回は荒川区と千代田区に関係の深いつくば市職員の皆さんにあいうえお株を作っていただきました。いや皆さんね、仕事とはいえ結構東京ライフを楽しんでいらっしゃるんだなという姿が分かり面白かったです。そしてテレビをご覧の皆さんは地域の思い出再発見をテーマにお題こたつの3文字で写真と文章を考えていただき、自分なりのあいうえお株を作ってできた作品はこちらのウェブサイトにどんどん投稿してください。一部の作品は番組でもご紹介いたします。それではタバサト号金曜日、あいうえお株、町の思い出紡ぎプロジェクト、また来週です。さよなら。